ビジュアルモレキュラーダイナミックスは分子モデリング並びに可視化コンピュータプログラムである。VMD は分子動力学シミュレーションの結果を眺め解析するためのツールとして主に開発されたが、溶石データや配列データ、任意のグラフィックオブジェクトを扱うためのツールも含まれている。分子の光景は POV レイヤレンダメン、タキオン、VRML、 その他多くの外部レンダリングツールへ出力できる。VMD は組み込み TCL および Python インタプリタを含んでいるため利用者は VMD 内で自身の TCL および Python スクリプトを走らせることができる。VMD は無償で入手可能でありソースコードを含むがライセンスは非フリーである。VMD は イリノイ大学及びベックマン研究所の理論、計算物理学グループによって開発されている。アーチェムと呼ばれるオリジナル版は1992年にマイククロ、ビル・ハンフリー、リック・クルフェリンによって開発された。VMD の最初のバージョンは、ウィリアム・ハンフリー、アンドリュー・ドールク、ケン・ヘーマー、ジョン・リーチ、ジェームズ・フィリップスによって書かれ、1995年にリリースされた。 VMD の最初期のバージョンは、シリコングラフィックスのワークステーションのために開発され、警部内でも動作でき、ナームドシミュレーションと通信できた。VMD のオリジナル開発者らが次のキャリアに移った。あと、セルゲイ・イスライレブが1998年まで、プログラムのメンテナンスを引き継いだ。1998年、ジョンストーンが、VMD の主開発者となり、VMD を、 その他多くのユニブオペレーティングシステムへ移植し、最初のフル機能を、オープングルバージョンを完成させた。マイクロソフトウィンドウズプラットフォームのための VMD の最初のバージョンは1999年にリリースされた。2001年、ジャスティン・ガリンズ・ルード、ポール・グレーソン、ジョン・ストーンが触覚フィードバックデバイスのためのサポートを追加し、双方向性の分子動力学シミュレーションを 行うための VMD と NARMD との間のインターフェースをさらに発展させた。続く開発において、ホルディ公園、ガリンズルード、ストーンはグラフィックユーザーインターフェースを完全に書き直し、溶石データの表示及び加工のためのビルトインサポートを追加し、オープングルシェーディングランゲージを初めて使用した。VMD はその他のプログラムと TCL、TK を介して通信できる。 ありがとうございます。